こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらアンワースをプレイしていきたいと思います。今作はまだベータ版ということで、まだいろいろと不具合などがあるかもしれませんが、ご了承ください。今作、探索型 2D アクション、いわゆるメトロイドバニアなのですが、ソウルライクな要素も、ダークソウルシリーズとかである要素、スタミナ回避などの要素があります。あと特徴としては、メトロイドバニアでは珍しいのですが、ジャンプをすることができないとのことです、今作。では早速プレイしていきたいと思います。今回、ベータ版なのですが、残念ながらまだオープンで公開はされていないので、今のところはデモをプレイするには、なんて抽選でベータ版を送られているんですが、公式サイトの方で、そちらの方からぜひプレイしたい方は探してみてください。抽選なので必ずしも当たるわけではないようです。骨は砕け、血は巡り、肉は腐っていくだろうかな。ちょっと早かったので翻訳しきれなかったが、こいつが主人公です。ザ・ボーンヤードということで、こちらに来ています。ちょっと操作をいろいろとしてみましょうか。まったりとした感じの操作になりますね。回避、あ、これがアイテム使用だけど HP 全開だから多分使用しないという感じかな。あれ、 FPS が低いのか、こういう感じなのか、転がるのはありますね。攻撃、現在 Xbox360 のコントラッシュをしてプレイしているのですが、 A ボタンでこのローリング、 B ボタンでアイテムをおそらく使うで、方向キーなどでもちろん移動。ここでちょっと左上のあれは何だろう、使うもの、魔法とかが変わるのかな。 U とこの縦のようなマークになりますね。縦でガードとかはできないようだ。 A かトリッガー、LT トリッガーでこんな感じで回って回避することができますね。で、攻撃、連続で攻撃すること可能ですが、スタミナが切れてしまうようですね。右上にあるのはソウルゲージのようなものかな。レベルが00とこちら出てるんで、レベルを上げられるようです。スタートボタン押してみました。レベル00、右上0。あれはもしかしたらまた別のものか、下にエクスペリエンスと出ているんだよね。右下にも0というのが、あれは死神なのかな、骸骨の上に出ていますね。もう一つ、ヘルス、スタミナ、ダメージ、アーマー、ヘルス、 HP、 スタミナはそのまんま、ダメージはこちらの攻撃力、アーマーは防御力か。アイテム出ていますね。ソウルフレームエッセンス、ヒットポイントを2秒かけて40回復させる。たった一滴で魂が燃えるだろう。ソウルイグナイト、ソウルイグナイトエッセンス、ホローシャード、かつて失われたかけら、ホローシャード、何のことだろうね。グリモア、ケアテイカー、ああ、連れてきたやつか。うんですね。で、ここで調整、ゲームを終了する。ウェポン、ソード&シールド、何も装備しないはできないようだ。ルーンというのもありますね。魔法とかは覚えていかないといけないようだ。ではゆっくりと進行していきましょう。これ敵？遠くだ。遠くできるということは敵ではない。上ボタンで遠く。起きたのか、迷える子羊よ。幾人ものが過去へと歩き去っていった。どうやらシェパードは導く者はお前を剣と盾で守護しているようだ。それは偉大な贈り物なんだろう。あ、ここら辺ちょっと説明が入りましたね。敵の攻撃は避けたりどっちしたりみたいな、ちょっと説明が入りましたね。こういうことね。がっつりとダメージが出ていますが、おっと、シンというのがありますね。で、ニューグリモアエントリー、スモールシンナーメモリー。あ、立ててガードしたな。あ、
左上のあのゲージが縦になってるとき1回は攻撃ガードしてくれるってことか。こんな感じか。ローティングフレッシュ、ちょっとアイテムも見てみよう。ローティングフレッシュ、使用消費アイテム、 HP を10回復させる、重中ハックチキンみたいな味ではないだろうと書かれていますね。テイストライカチキン、チキンのような味がするとすることはないだろうと。で、ローティングフレッシュって腐った肉ですね。 スモールシンナーメモリー、小さな罪人の記憶、罪人の小さな記憶だね。ちょっと順番間違えてごめんね。そうですね、普通の盗賊の記憶、少量罪が手に入る。あの回復じゃない、ごめん間違えた、あの右上に出てる165がそれに相当しているのだと思うんだけど、あれ進めないな。戻るのだろうか。一旦後ろに戻りましょうか。あ、いけない。あれ、あそこで何すればいいんだろう。ちょっと試しにアイテム使ってみましょう。そういえばやっぱりそうだね、あのアイテムはこちらの HP が減っている時ではないと使えないようですね。敵はマップ移動をしても復活しないのか。あ、このスイッチね。ごめんごめん、スイッチ気づかなかったよ。おっと、これはちょっと気になる配置だな。うわっ、2体いる。くぐり抜けて先に旧兵を倒そうと思ったら逆効果だったね。そろそろ1レベル上げられるんだけどな。あ、1レベル勝手に上がった。痛い。よし、あ、レベルが勝手に上がりましたね。あ、ステータスが自動で上がってますね。どういう仕組みなのかわからないけど自動で上がったね。あ、芯と経験値って違うんだ、右上のこいつらが落としてる。てっきりソウルシリーズってほらなんか一括で全部同じもの扱いじゃないですか。違うようだね。ステータスは上げられないのかな。物を買うために使用する。おそらく死ぬと落とすんだろうけど、レベルが上がりましたね。で、ダメージは上がっていないけど、アーマーとスタミナ並びにヘルスが少量上がってます。 HP が2、スタミナが1上がったという感じだろうか。うん、シールドを持ってるのか。お前はあいつらの一人ではないようだな。ここをさまよっているレムナントたちはそんな武器は使わない。欲望が彼らの意志を阻害しているのだ。要はみんな脳筋になってしまったんだね。だがそんな自らの身を守るものをお前は本当に使い切れるのか。伝説では聖なる盾を持った者が死から蘇ってくるとのことだ。その盾は一時的に所有者を無敵にしてくれるらしい。お前がその戦士なのか。まあいずれわかることだろう。もしお前がここを生き延びることができたのならば。盾一時的にはなるんですけどね。ブランド、セーブだよね。かがり火かアクティブ、下に行ってみようか。もうあのまま右に行くつもりだったんだけどな。まあいいや。スロート・オブ・デスペア、絶望の喉元、絶望の喉だよね、そのまんま。しかしこのタッチも面白いですね。影みたいな感じになっていて、グラフィックの種類的にはゲームボーイアドバンス少し思い出しますが、カタコンブズ・オブ・ウル、ウルの墓標。暗い、見えない。
上に戻ろう。今来るべきところ場所ではないですね。こちらがどこにいるのかが全く見えない。アンウォルス、アンワース、無意味なとかっていう意味でもありますが、ではこちらに行きましょうか。経験値はたまりっぱのようだ。どうやら芯をなくしてしまう以外は特に問題ないようですね。アクティブ、ああもともとね向こう側だったのね。一発立てて防げるの分かってるので。よいしょ。ああ後ろにも当たるんだよなこいつ。どうやって当てるんだこいつ。こんな感じか。おっと通り過ぎてしまった。わざと攻撃をさせてこちらの攻撃か。この U は何だろう。なかなかハードな戦闘だな。おっともう一体いたのか。起き上がったか。真よりは経験値が欲しい私です。ちなみに今作単発実況でやるつもりだったのですが、おそらく少し長めなので単発では終わらない可能性があります。まあ動画はもしかして単発で公開されている可能性もなきにしもあらず。マップのようなものが欲しいですね。あ、あった。セレクトボタンで普通にマップあったわ。ボス、キルムってなんだ。そしてあなたのいる場所。今のところこの敵を倒して手に入る芯は使い道がないのだろうか。おそらく買い物で使うということだと思うんだけど、アクティブ下行ってみよう。何が出るかな。忘れられた通路、 Forgotten Path。 では行きましょう、こちらへ。よいしょ。違う、左側を攻撃したかったんだが。スタミナの回復を待とう。スタミナの回復は早いよね今作。射程が難しいな。 HP が1、スタミナの量が1、ダメージが1アップ、アーマーは15ずつ上がっている。なかなか。あの15ってでもどのぐらい軽減するんだろうね。上がっている数値上ではアーマーが一番上がっているけど。グレイブティガー敵なのか。トーク、我らは何かを裏切ったみたいなこと言っていますが、我らは何かを裏切ったみたいなことを言っていますが。そう、ここの住人たちはやはりおかしくなってるみたいな記述があったけど、ストーリーはどうなっているんだろうね。あーでかいのいる。知ってる、これボス戦って言うんだ。裏に回った方がいいのか、それともあいつ。スウェッシュ、デボラー・オブ・ライト、光を食らうものだよな。やはりボス戦といえば後ろに下がりつつゆっくりとダメージを与えていくのが基本だと思うんだ私。はい、バーンバーンバーン、燃える、熱い。おいおいやめろよブラザー。攻撃した後魔法か。こいつは困った、一発当たられない。燃えた後か。燃えた後に一発か二発ぐらい当てられる隙はあるね。ダメだ、三発目は無理だ。行動パターンがでも基本はこれなのか。
それがずっと続くようだったらいいけど。変わったぞ攻撃方法。でこちらが近づくともう一発。ほっと、なかなか面白いな。こちらの行動パターンを読んでますね。制作順分かってる。ほっと、あ、その手はやめて。手はやめろってブラザー、やめい。おっと倒した。ニューグリモアエントリー、ライトレストア、光が満ちた新しいレリック、ブランド新しいレリック、ホローシャード、スウェンターズランタン、ああランタンか。そうですね、これを所有しているものは光を帯びるとのことだ。レベルがまた上がった。アーマーとダメージ、ああダメージ2も上がったよ。レベル2上がった。さっき2だったっけ、3だったっけ。相変わらずシャードがあるけど、シャードじゃない、ごめん、芯だね。芯があるけど全く使えないですよね。ソード&シールドなんだけど、そういえば他の武器もこれは後々使えるようにはなるようですよね。この分だとおそらくだけど、このバージョンにはもしかしたら他の武器は収録されていないのかもしれないね。そういえばよく考えるとこいつらと戦う倒し方同じか。一回わざと振らせてこう攻撃すればいいんだね。先制攻撃を仕掛けようとしていてかなりミスした感じはあるね今まで。ボス戦が面白いな。こちらも敵もあまり行動パターンがないんだけど、そこをうまく組み合わせて敵にダメージを与えるのが面白いですね。さてブランド、ここでと砕きます、砕きます、砕きます。あ、ローリングでも砕けるのね、素晴らしい。経験値の入手量は一体いくつなんだろう。例えばこいつを倒すと、こちらのレベルが上がると少なくなるのかな。こいつは1体につき20だ。レベルが上がるまでには当然だけど結構時間かかりそうだね。てめえが攻撃してこねえんだったらこちらからなんとかするしかないな。あれ、これ来てないよね。落ちると即死？スペランカー主人公。あー、右下死んだ回数か。あの死神の絵みたいなのは多分それだよね。さてやっとここにやってまいりました。ブランド、ゲームセーブだ。下行きましょう。ここは一体どこへ通じているのだろうか。スロートオブデスペア、何が出るかな。さっきのところだよね。サイコロでも下に敵いたんだよね。待って、あ、俺光ってる、俺光ってる、大丈夫。周りがでも暗いね、やっぱり。ウルの墓標、ウルって何さ。この U は何なんだよ、そういえば。なん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 。あ、これか、さっき、フルボッコにあったの。ひょいよ、ブラザー。来いよ。来いよ、来いよ。オーマイガッド。ちょっと待ってね。のげそってくれないね、あなた。ニューグリモアエントリー。これは日本語が欲しいな。敵の説明などがなかなか面白いんですね。スウェント・デボラー・オブ・ライト。ああ、こいつは巨人族の若い人なんだ。呪いをかけられてしまったと。ダーク・ルーカー。なかなか HP の高い敵が出るようになってきたね。こいつもそうなんだけど。おっと、危ない。
炎に触れるまでは多分敵が復活しないんだよな。ローティングフレッシュ、どうしよう、使おうかな。あ、ブランドあった。落ちますよねこれ。多分落ちちゃうかな。向こう行くと大変よろしくないので、こちらで行ってみよう。復活してるよな、ラクネさん。あ、ローリングない。ちょっと待ってね。ほっと、荒くねさんの倒し方はこうだ。後ろが弱点っぽかったのでやってみたんだけど、うまくいったね。シンナーズメモリー、うん、シンナーズメモリーもらってもな。おい待て、なんか飛んできたよ。安全に戦わせてはくれないだろうか。なんかいきなり飛んでくるの割と勘弁してもらいたいんだけどな。なんださっきのは、さっきの本当に何だったんだ。下の方へと連れてかれるのかと思ったら上だね。まあ、だいぶ下の方まで降りてたから。おっと、アラクネさんこんにちは。カモン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 。な、何やのち、あの壁壊せる感じ。あ、アラクネの血か。違うな、でもおかしなところに血がついてるな。痛い。レベル上がった。もう早くない？ダメージは結局上がってないね。アーマーが上がってるのはいいんだけど。ローティングフレッシュ。ここがアラクネの巣だったということだろうか。スタミナもゆっくりと上がってるね。HP も上がってるけど、まだ100にも到達していない。いけないな。では下の方へと降りていきましょう。落ちるのが怖いな。全く関係ないか、ルーンを手に入れていないね。取り逃してるのかな。まあでも、うん、なんかいる。こいつは一気に倒せるか。こいつらが投げてきたのか。グリモアエントリー。あ、自らを炎の弾に変えて突撃しているのか、あいつ。こいつやな。アブソーバー。エトスの作り上げた怪物。特になんであの爆発するのかわからないけど。見られると突撃されるってことだよね。シンナーズメモリー。ちなみに今作気になった方はね、 Steam の方でページがすでにできているので、そちらの方から確認することもできますよ。ぜひ見てみてね。おっと、痛い。うん、ローティングフレッシュを使った方がいいかな。このボンバーマンがちょっと怖いんだけど。こいつ一応回復するか。痛い痛い。パーツ2、またボンバーマン。おっと、予想外に攻撃がヒットしているね。オッケー。そろそろ一時倒すたびに経験値を気にしているけど、 HP を回復するべきかまだやらなくていいかちょっと確認してるんですよね。次は下か。だいぶ進んだな。ショートカットになるのか、あの右側の場所は。左行かずに右へ行くか。チェックポイントがあるけど、なんか怪しいな。チェックポイントがあるだけだな。場所が怪しすぎる。あ、コルーン。ルーンを一つ手に入れました。コルーン？どういうこと？アイテム、シンナーズ、ないね。
これか。あ、真の入手量が、罪の入手量が 20% アップ。あの右上のやつだよね。入れておきましょう。服に見える。あー、あれはアクセサリー系なのか、魔法ってわけじゃないのか。この U がわからないんだよな。U は何なんだろう。で、ボンバーマンだろ。数が多い。だよな。そうだね、入手できる量がだいぶ増えている。レベルはもうちょい。ここから来るか。当たらなければどうということは。何かが嫌がるな。やはり高いところから落ちると、試そうとは思わないけど、高いところから落ちると死んでしまう可能性が非常に高いな。スペランカーなのか主人公。やっちまった。いらんのもらってしまったな。ただレベルが多分こいつを倒せればすでに上がるぐらいなので大丈夫だろう。降りるタイミングを気をつけないとね。レベルアップということで回復だ。うーん、ダメージが1上がった。素晴らしい。これ結構差が出るよ。バーンか。がっつり持ってかれるな HP。 やはり自分を燃やしてくるな熱い男たちめ。 594XP の必要量は緩やかだね。おっと、これはまずい。2対1か。これは自利品だ。移動しよう。何かいるな。女性？胸があるように見えるよね。上戻ればチェックポイント開通な気がするので、危険には立ち寄らずにこのまま行こうか。あそこアイテムがあるね。道中お分かりいただけるだろうか。でもあれいいのか、触ってしまっても。このまま上へ行ってくれるのであればいいんだけど。普通にセーブポイントがある場所まで連れてってもらえるね。よかった。これで一応ショートカットができたぜってことなのかな。マップはだいぶ進みましたね。うん、あとは中央になんか行ける場所があるようだけど、どこから行くのやら。この芯を本当に使う方法はないのだろうか。ホローシャード、うん、使えないね。もしかしたら現バージョンでは、このバージョンでは追加されていない様子だと思うんだけど、てっきり最初はね、能力値を強化するのに使うのかなと思ったんだが、違ったようだ。もしかしたら何かのレリックがないと使用できないとかか、強化とかできるかもだけど、降りられないんだよな。あ、止まった。ちょっと待ってね。ここ行けないか。破壊できる壁とかがあるかもしれないから、一応ぶったたいてみた方がいいな。この壁にある石像、動くやついないよな。ちょっと怪しい。左側まで行ってみるか。こいつだけ手差し伸べてないんだが。手が砕けてるだけだと思うけどね。アイテムあるね。ちょうど敵にかざるんだよ。アブソーバーストーン。アブソーバーストーンってアイテムか。アブソーバーストーン。ん？アトーナメントってなんだ？アトーナメント。
すべての状態異常を取り去るかな、多分。ではこのまま進むか。でこの人は、おやおやおや、これは何たることか。5人の真実は本当に残酷だ。そうだろう。5人の真実って何だろう。人のこと、なんか信仰の対象なのかな。私は西のエイドリア、ここを敵から逃げていたようですね。もしここに救いを求めてきたのなら、もしくは逃げてきたのだったら、ここのホールに希望は残されていない。まあ敵がいるのでしょうね。あ、もし燃えてしまったら、主人公が燃えてしまったらローリングすることで早めに炎を消すことができるよ、みたいなことを言われましたね。素晴らしい、いい情報をもらった。助かるぜ。また楽ね、2体か。アダッシュでよろしくお願いします。しまった、倒すしかないということか。やらくね、やらくね、アラクネは後回しだ。まだ死ぬ時ではない。芯をどこかで使えないかどうかがすごい今迷ってるんだけど、どうなんだろう。使えたらいいんだけどな。回復しとこう。あれ、どこにも行けない感じ。マジ、これ何かアイテムがあると見えない壁が見えるようになるぜ、ううみたいなのがあるんじゃないの。ううはいらないけど、謎やな。主人公の息遣いが荒くなるの今気づいたわ。連続で攻撃をするとだよね、多分。これスイッチじゃないだろう。ということは右側の荒くねどもがいる方をなんとかクリアしろということか。ゴリ押しでいく。とりあえず片方いければなんとかなると思ったんだけどダメだった。はい、ワンアウト、アンフォース。さてさて、といったところで今回1パート終了したいと思います。やはり長いですね。普通にベータ版でもかなり容量があるゲームなので、このままプレイを続行していきたいと思います。ではではでは、今回は初プレイだったので、音量が高すぎたり低すぎたりしてしまったかもしれません。その場合コメントいただければ随時修正させていただきます。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。